ベイリング海峡。右が、プリンスオブウェールズ岬。左がデジニョフ岬、デジニョフ岬に立つ日でジニョフ。岬とはロシア、畜地半島にある岬。アジアの最東端であると同時に、ユーラシア大陸の最東端でもある。位置は、北緯66度04分45秒。成形169度39分07秒。ベイリング海峡を挟んで、反対側は、 アラスカのプリンス・オブ・ウェールズ・岬で2つの岬の間の距離は8 2トル。中間にグボーズ・レフ諸島が浮かぶ。ポルトガルに位置するロカ岬がユーラシア大陸の最西端である。また、トルコのアナトリア西端に位置するババ岬がアジアの最西端である。年間を通して空気が乾燥して寒い。冬はとても寒く温度はマイナス40度。 夏でも8度ととても低温な土地である。この地域では、セイウチ、アザラシ、コッククジラ、シャチが見られる。名前は1648年に三崎を発見した、セミオン・ネジニョフにちなんで付けられた。1778年、イギリスのジェームズ・クックは、東ケープの名前で呼んでいた。1879年スウェーデンの極地探検家。 アドルフ・エリク・ノルデン・ショルドは、発見者の名前でそれを呼び出すことを提案した。発見から250周年の前夜に、その提案が受け入れられ、ロシア地理学協会によって1898年正式にデジニョフ・ミサキとなった。19世紀後半から20世紀の間、アメリカなどの国と貿易を行っており、捕鯨や毛皮などの商業が栄えていた。ありがとうございます。